皆様こんにちは。健康医学院の清水君と申します。前の動画で一番基礎的な気候法、法症候についてちょっと皆さん詳しく紹介しました。今日はですね、皆さん一緒に五段法症候をやりましょう。やる前にね、必ず前の動画を見てですね、いろいろ注意事項とかでぜひ守ってください。やる前のね、姿勢、座っている状態でもいいし、寝ている状態でもいい。今座っている状態であります。手がね、楽に太もも上に乗せてもいいし、親指を軽く人差し指をつけてこんな状態でやってもいい。できれば下の さっきがね、歯茎の後ろをつけてください。無理だったらいいです。楽にしてください。約30分ぐらいでやりますから、私の声を聞きながら一緒にやりましょう。はい、それじゃあ目を軽く閉じて、はい、音楽を聞きながら私の声の誘導で一緒にやりましょう。はい。今から五段法相考をやりましょう。法相考の法相は中国語で放松と言います。放松というのは力を抜いてリラックスするということで、考というのは練習することです。つまり法相考は体をリラックスするエクササイズです。ここでは五段法相考といって、体を頭、胸、お腹、もも、すねと足の5つに分けてリラックスするやり方をやりましょう。それでは静かにお座りください。背中は椅子の背もたれからちょっと離し、へその反対側、腰の真ん中に命門というツボがありますが、ここをやや外へ出します。手のひらは上に向け両ももに置きます。顎を少し引いてください。目を軽く閉じて、口も閉じて、舌の先は上の歯茎の後ろにつけます。顔全体を緩め、少し微笑むようにしましょう。体全体リラックスしてください。呼吸はゆっくり静かに、もう一度チェックしましょう。体の全体、特に肩のところがリラックスしましたか？この五段法相考は、体を5つの部位に分けてリラックスするやり方です。はじめは頭です。頭の部位に軽く意識してください。私がそーんという声を出しますから、皆さんはそれを聞きながら、頭の部位をリラックスしてください。ソーンというのは緊張の反対で、すなわちリラックスという意味です。意識というのは、意識をある部位に軽く集中することです。
それでは頭の部位に軽くイーシュしてください。優しい仏像のように微笑んだ顔でやりましょう。そう、もう一度頭の部位をリラックスしてください。頭全体がリラックスしました。次は胸、胸のところがリラックスしました。次はお腹、
まあまあ、すねと足、もう一度頭から順番にリラックスしていきましょう。最初は頭、もうね、お腹、
全身リラックスしました。今度は頭から足までゆっくり意識を下ろしてリラックスしましょう。頭から足までリラックスしましょう。次は両足の優先というツボに軽く意識してください。最後にへその下約3寸のところに丹田というツボがありますが、ここに軽く意識してください。
それでは回復しましょう。目を開けてください。両手をこすって顔をマッサージしながらどんどん普段の意識に戻してください。これで五段法相講が終わりました。頭がすっきりして手と足が温かくなって体全体が軽くなってとてもいい気持ちですね。今から五段法相講をやりましょう。法相講の法相は中国語でファンソンと言います。ファンソンというのは力を抜いてリラックスするということで、講というのは練習することです。つまり法相講は体をリラックスするエクササイズです。ここでは五段法相講といって、体を頭、胸、お腹、もも、すねと足の5つに分けてリラックスするやり方をやりましょう。それでは静かにお座りください。背中は椅子の背もたれからちょっと離し、へその反対側、腰の真ん中に命門というツボがありますが、ここをやや外へ出します。手のひらは上に向け両ももに置きます。顎を少し引いてください。目を軽く閉じて、口も閉じて、舌の先は上の歯茎の後ろにつけます。顔全体を緩め、少し微笑むようにしましょう。体全体リラックスしてください。呼吸はゆっくり静かに、もう一度チェックしましょう。体の全体、特に肩のところがリラックスしましたか？この五段法相講は体を5つの部位に分けてリラックスするやり方です。はじめは頭です。頭の部位に軽く意識してください。私がソーンという声を出しますから、皆さんはそれを聞きながら頭の部位をリラックスしてください。ソーンというのは緊張の反対で、すなわちリラックスという意味です。意識というのは意識をある部位に軽く集中することです。それでは頭の部位に軽く意識してください。優しい仏像のように微笑んだ顔でやりましょう。
もう一度頭の部位をリラックスしてください。頭全体がリラックスしました。次は胸、胸のところがリラックスしました。次はお腹、もう
すねと足、もう一度頭から順番にリラックスしていきましょう。最初は頭、お腹、
全身リラックスしました。今度は頭から足までゆっくり意識を下ろしてリラックスしましょう。一度頭から足までリラックスしましょう。次は両足の流線というツボに軽く意識してください。最後にへその下約3層のところに丹田というツボがありますが、ここに軽く意識してください。
それでは回復しましょう。目を開けてください。両手をこすって顔をマッサージしながらだんだん普段の意識に戻してください。これで五段宝生講が終わりました。頭がすっきりして手と足が温かくなって体全体が軽くなってとてもいい気持ちですね。はい、皆さんどうでしょうか。以上は五段宝生講、皆さんと一緒にやりました。頭をすっきりしてですね、手足をちょっと温かくなってね、全身もとても楽な状態になります。毎日続けてやればですね、先ほど話した、脳の状態も変わります。この、自律神経系の状態も変わります。とてもリラックス状態、リラックスの脳になります。免疫もだいぶ上がることになります。続けてやれば、健康、それからの長寿に対しても役に立ちます。この五段宝生講と三線宝生講についての音楽についてですね、当院は、音楽の CD を作ってます。もう一つはですね、私のところ受講した聖堂さん、この発明家の方ですね、ちょっと特殊な、の機械でちょっと私を気を出しとくの気の状態の、波動をですね、この CD の中に一緒に入れてます。音楽を流しながらですね、ちょっと、私の気も管理します。体に対して周りの植物などにも、いろいろ影響、周りの空間にも影響あります。もしこの CD が、皆さん欲しい方はぜひご連絡してください。ぜひ皆さん健康のため、これから長寿のためにもぜひ毎日五段宝生講を練習しましょう。はい、何かご質問あれば皆さんごコメントを送ってください。はい、じゃあ今日のここまでですね。はい、さようなら、バイバイ。